2008年12月以降使用されている、日の、ポンチョ。b d g h x 6、g、リ d 2 0 0 8年式、京阪バス男山営業所所属、F、F-3198 クズは、男山循環コミュニティバスは、京阪宇治交通が、バス B として、運行を開始した、コミュニティバスであり、現在は、 京阪無事交通と合併した京阪バスが運行を継承している。路線名は、クズは線、0クズは男山団地循環線周り。その名の通り、大阪府平方市のクズは、地区と京都府八幡市の男山団地を結ぶ形で路線が設定されている。京阪バス男山営業所の管轄である。旧、京阪無事交通の路線を含めた。 軽阪バスの中では最も古いコミュニティバスである。このバスの運行経路が境外部を通過するとはいえ、最寄りの停留所より半径300メートルも離れていない場所を通過することから、高齢者のバス利用に関する実証実験として開設されている。なお、この時期にバスビー介護サービスの事業が開始されている。設定に際しては、 地元住民の他にも当時、大阪工業大学教授であった、松村信彦らの意見や提案なども取り入れられた。このうちの一つが、利便性の確保と高齢者対策の観点から、団地内の停留所間隔を100メートルごとにするという、提案であった。このため318頭前男山、商店街生館は、おおむね100メートル間隔で停留所を設置した。 このため、住民参加型路線に近い事例でもある。経路番号は、当初より5系統である。2003年春頃に、バス B から、現在の名称に変更される際に、106当前、停留所から朝日停留所間の経路が変更された。なお旧、京阪宇治交通時代の正式路線名は、男山団地内回りと称していた。なお2003年頃に、 国土交通省より導入効果の見られたコミュニティバスにリストアップされた。2015年1月現在、京阪バスウェブサイトでは本系統をコミュニティバスとしては扱っていない。クズはモール街朝日泉318棟、前306棟前30、男山中央センター商店街前男山。 商店街西金ぶり東106島前、面取町2丁目朝日1丁目朝日クズは、クズは、男山循環コミュニティバスに使用されていた、初代車両の 504M 号車。運行開始当初は、男山営業所に配備され、バス B として開設された当初から使用されている、日の、レインボー RB の2台と、 当時の京阪宇治港サービス宇治営業所から移籍した日産ディーゼル RN の一台で運用され、稀にクズは丘コミュニティバスで運用されている三菱エアロミディエム J ノンステップが充当されることがあった。かつてはレインボー r b がもう一台予備車となっていたが、後にコミュニティバスやワの予備車となっていたが、道路線が京都京阪バスに移管されたことで廃車となった。 これらの車両が大阪府の流入車規制に抵触することとなったため、2008年12月中旬に心臓の日のポンチョ2へと置き換えを行った。同時に前借図は丘コミュニティバスと共通仕様となった。このため、三菱不走エアロミディエム J も運用されている。いずれの車両もノンステップバスである。大人230円、小220円で、 スルッと関西のプリペイドカード、京阪グループ共通バスカード、京阪バスワンデーチケットなど他の一般路線を同じカードが利用できる。2008年10月1日よりピタパの使用が可能となった。ありがとうございます。